107はドイツの自動車メーカー BMW が製造・販売しているフルサイズ SUV である。BMW は2017年9月に開催されたフランクフルトモーターショーで発表されたコンセプトカー 107i パフォーマンスを発表後、2018年11月に開催されたロサンゼルスモーターショーにて市販モデルである107を世界初披露をした。 SUV の新ジャンルとして、サブの X5 を発表したのを皮切りに、X3、X1 を発表し、サブのラインナップを拡充してきたが、ドイツメーカーのメルセデス・ベンツとアウディはすでに、フルサイズ SUV を発売しており、BMW も、満を持たしてのフルサイズ SUV の発売となった。全長 5165mm、全幅 2000mm、 全高 1835mm、ホイールベース 3105mm と BMW の SUV としては全長とホイールベースは最大。これにより3列シートのスペース拡大に寄与している。エクステリアではキドニーグリルは縦長に大型化され押し出し感が強まった。コンセプト X7i パフォーマンス2017年のフランクフルトモーターショーで発表された。 10072018年4月発表された。モデルは、X ドライブ 40i、X ドライブ 50i、X ドライブ 30d、M50d の4モデルが発表された。エンジンは、X ドライブ 40i には最高出力 340PS の時記録。X ドライブ 50i には最高出力 462PS の V8。 X ドライブ 30D には最高出力 265PS の磁気録、M50D には最高出力 400PS の磁気録が搭載された。2019年6月24日、日本市場向けに発表された。日本市場には X ドライブ 35D、M50i の2モデルが導入された。エンジンは、 X ドライブ 35D には最高出力 265PS の3リッター時記録ディーゼルターボ。M50i には最高出力 530PS の4.4リッター V8 ガソリンターボが搭載された。BMW ラージ SUV のコンセプト107を公開。2019年4月24日閲覧。BMW が新型 SUV107 を発表。 2019年4月24日閲覧。BMW の最上級 SUV-107 の国内販売がスタート。Web9 2019年6月24日閲覧。ありがとうございます。